こんにちは、牛尾美香です。イエーイ。牛尾美香の YouTube チャンネル、牛ちゃん。今日は前にインスタのストーリーの質問であった、朝昼晩何食べてるんですかっていう質問があったので、それに答える動画を撮りました。というわけで、この解説付きで2日間の1日の食事をお届けいたします。行ってみよう。これはどこですか？ゆいちゃんだね。坂井ゆいちゃんっていう女優さん。行きましょう、ランチですね。お昼ご飯はハンバーグとご飯とサラダとスープです。ゆいちゃんがずっと撮ってくれてた。なんか一口ぐらいで食べようかな。いただきます。うん、美味しいです。返して。この日の夜は美味しい焼肉屋さんだったんですよ。結構人数もいたので動画は回せなかったんですけど、写真でお楽しみください。で、この日の食事は終わりで、次の日。おはようございます。やばいね。ファミマのポケチキが1食目です。食べます。うん、美味しい。今日のおやつはラムネです。そう、この日は劇団の作業とかだったんで、もうすっぴんですね。すいません。ラムネを食べて頑張ります。悪い芝居の DM ってダイレクトメッセージ、ハガキで送ってるんですけど、それのね、メッセージ書いたり切って貼ったりの作業を今日みんなでしてるんですよ。今休憩中です。お昼ご飯です。今日は具たっぷり唐揚げマヨネーズ、新発売ファミリーマートです。これ食べます。夜ご飯は久しぶりに自炊をしました。お昼ご飯とかは作るんですけど、うちはね、全部このブリタちゃんですから、めっちゃ便利。一人暮らしは絶対ブリタがおすすめ。これはおし麦入れます。16穀米これも入れるだけ入れて、早炊きをすると、今日作るのはレンコンのつみれ汁です。材料はレンコン、鶏の中、ひき肉です。レンコンを洗います。半分切って半分するんです。私はよっ、うわっ、うわっ、どうし、うわっ、食感がね、残った方が美味しいから。爪すりそう。しんど、疲れた。うわ、うわ、もういい、もういい。OK。で、このレンコンのすったやつと細かく切ったやつをボウルに入れて、この鶏の肉も一緒に入れます。あとこの塩コショウをちょっとね、やって味を締める。混ぜる。ちょっとね、角切り多すぎたかも。ほぼ角切りだ。練っていけばね、粘り気が出てくっついてくれるから大丈夫。ほらほらほら、なってきた。つみれになってきた。おいおいおい、いい感じですね。育ってる育ってる。私レンコンがとにかく好きで、レンコンとレンコンスライスのレンコンとレンコンの間に焼肉のタレで味付けしたひき肉と、なんかキャベツの千切り混ぜたやつとか挟んで、レンコンの餃子とか、餃子皮使わないバージョンのね、作ったり、結構レンコン使った料理作るかも。食感が大好きなんですよね。じゃあこれちょっと置いときます。ここに茅乃舎の出汁、最近
これにハマってて、梅醤野菜スープ、これはもう何にでもこれだけちょっと入れてお湯に溶かして飲むだけでも美味しいし、こういう料理に入れても美味しいし、オーガニックに詳しい友達が教えてくれて、私もこれはすごいハマってる。全然私オーガニック女子じゃないんだけど、ケミカル代表なんだけども、これはねハマってるから、これも今日はちょっと入れたいと思います。スプーン2個積んで、白だし入れとこう。これ白だしね、何でも使えるよね白だしを。こうやって丸めて、ほい、手でやっちゃうか。どうせ食べるの私だし、なんか多分小麦粉とかなんかそういうのを入れて買った方がいいんだとは思うんだけど、これでもいけるよ。で、薬味を切ります。今日の薬味は大葉とみょうが、この2つを入れると一気に黒っぽくなるよ。みょうがは大好き。もうみょうがは普通に味噌マヨネーズとか作って塗ってそのまま食べちゃうぐらいみょうがは好きで、うん、うまい、うまい。やっぱこれ入れた方が美味しい。もうちょっと入れよう。これね、ほんとね、結構塩味があるからちょっとで結構ね大丈夫で、あー美味しそう。よし、これで蓋して弱火で、こう、こう見えてね料理嫌いじゃないんですよ。毎日は絶対しないよ。たまにやるこの料理が好きでね、意外とやってるんですよ。薬味、ご飯が炊けました。開けるとこういう感じね、雑穀米勝手に混ざってくれてんの。そう、そういう感じ。じゃーん、こういう感じでつみれ汁と卵かけご飯の完成です。卵かけご飯はかやのやの出汁も入れてます。いただきます。うん、おいしい。自画自賛だけどね、すっごいおいしい。これでもやっぱなんか何、あの片栗粉とか小麦粉とかそういうのをちょっと入れて混ぜた方がしっかりつみれになるから、そっちをおすすめするかな。これちょっともさもさなりすぎる。うん、おいしい。卵かけご飯もね、かやのやの出汁の袋の中に入ってるやつもこの中にも一緒に入れちゃいました。おかかご飯みたいになるし、なんか栄養ありそうじゃない、栄養ありそうじゃないって。で、醤油も入れた。うん、うん、こんな感じで潮の2日間のご飯でした。いかがでしたでしょうか。ほんと特にこれといって変わった食事はしてません。外食の時もあれば自炊する時もあるし、コンビニ飯もすごい多いし、大体でも1日2食かな、 1.5 から2食ぐらいですね。3食食べる時はほぼないかな感じですね。あの、私ジムに行ったりトレーニングはしないので食事をあんまり取らないようにって感じです。でも無理に抑えてるっていうよりかは、まあ、お腹いっぱいだなぐらいで終わるって感じですね。こんな感じでした。このちっちゃいマイクかわいいよね。Amazon で買いました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね。